全力少年少女。名張市伊賀市でスポーツを頑張る子どもたちの声をご紹介。今回は女子サッカーなでしこリーグで戦っている伊賀 FC くのいちを応援するチアダンスクラブ、伊賀 FC くのいちブラスト第5弾。フリースタイルとブレイクダンスとアクロバットをやっています。ブラストに参加したきっかけを教えてください。小さい時から違うダンススクールでダンスをやっていて、レベルアップしようと思ってブラストに入りました。じゃあアクロバットとかダンスとかをやっていて、何か楽しいなって思うことはありますか？いろんな技を教えてもらったりしてやる気が出ます。どんな技を教えてもらいましたか？アクロバットではバク転とかするのに時間がかかるのでまだできないですけど頑張っています。練習で大変だなとか難しいなって思うことは何かありますか？技をするときとかに気をつけなあかんこととか、足を伸ばすとかそういうことが多いので、そういうところが大変です。じゃあアクロバットとか、なんかみんなの前で披露するときに何か心がけてることありますか？笑顔でやることに気をつけています。じゃあこれからなんかこんな技やってみたいなとか、何か目標はありますか？早くバク転をできるように努力したいです。チアダンスとアクロバットをしています。ブラストに参加したきっかけを教えてください。小さい頃歌やダンスが好きで、聞いてみたらこのチアで嬉しかった、なんか見てなんかやりたいなと思ってやりました。じゃあチアダンスとか、アクロバットで楽しいところは何ですか？みんなで協力し合ってみんなで楽しく やることです。じゃあ難しいなって思うことは何かありますか？できるのにできないことをやってもやってもできないことが難しいです。普段はどんな練習をしてますか？普段チアの練習で動きの練習や新曲をやったり、アクロバットではちゃんと上手に なって新しいこともチャレンジすることです。チアやアクロバットを披露するときに自分の中で心がけていることはありますか？笑顔と上手にすることと、あとみんなで協力し合って楽しくすることです。今まで何か思い出に残っていることはありますか？初めて展開や奥の手展開ができたことです。じゃあ今まで練習してて何か自分が変わったなとか上手くなったなって思うことはありますか？まだバク転はまだできないけど、前よりも少しぐらいできるようになって、展開も毎日毎日もうどこでもできるようになって嬉しいです。じゃあこれからどんなことを頑張っていきたいなって思ってますか？上手に綺麗にリーダーっぽく、リーダーを超えるぐらいの全力でやりたいです。アクロバットとダンスをしています。ブラストに参加したきっかけを教えてください。ダンスは前ダンスしてたとかがあって、そこをやめてでもダンス続けたかったからダンスしてます。アクロバ
でやろうと思った。やりたかったから。まあ、ダンスとかアクロバットでやってて楽しいなって思うことはどんなことですか？だんだん上手になってくることとか。じゃあ今まで練習してきてどんなことができるようになった？三点倒立とか。難しかったですか？はい。今までで何か思い出に残ってることありますか？サッカーの試合でダンスを踊った時に、前でダンスを踊った時にどうでしたか？うまくできましたか？うん、大体うまくできたと思います。これからどんなことに力を入れて練習頑張っていきたいですか？側転とか展開とかまだできてないから、それをできるようになりたいです。ダンスとアクロバットをしています。ブラストに参加したきっかけを教えてください。ダンスはダンスが好きだからで、アクロバットはやってみたかったからです。じゃあダンスとアクロバットとやってみて楽しいなって思うことは何ですか？ダンスはイベントがたくさんあるから、そのお客さんの前で踊るのが楽しいです。練習してみて何か難しいなって思うことありますか？アクロバットでは展開とかです。ダンスとかアクロバットするときに何か自分で心がけてること、注意してることは何かありますか？側転とかロンダートで手の向きを心がけています。今までみんなの前で何か披露したことっていうのはありますか？ダンスはたくさんあります。その中で何か思い出に残ってることとかありますか？サッカー場でお客さんが盛り上がってくれたことです。じゃあこれからどんなこと頑張っていきたいなって思ってますか？アクロバットでは展開やバク転ができるように頑張りたいです。